長谷川典型。その横に、田山家隊、国北ドッポ、川上美山、小栗風陽、神原有明長谷川典型は、20世紀初期に活躍した日本の文芸評論家である。本名は、長谷川聖也。新潟県刈羽郡高浜町出身、柏崎に育つ。高田中学入学後上教師、東京専門学校に学び、坪内商用や大成宿に学ぶ。 卒業後は、博文館に勤務し、雑誌、太陽の編集に携わる。小説家と時代精神を発表し、評論活動に入る。太陽1906年10月に、幻滅時代の芸術を発表した。その後、太陽1908年1月の、現実暴露の悲哀に至るまで、自然主義文学を擁護する立場から論人を張る。1910年、 社名により投してからは評論活動よりも出版社としての活動が主となり、博文館の取締役も務めた。また、1921年には文部省の臨時国語調査委員も務めた。1923年から1927年まで太陽編集主管。1940年、丹生園にて死去。瀬沼茂激は岩波文庫で、 長谷川典型文芸評論集を編み、主要な評論を修正した。また、筑馬書房の現代日本文学体系の文芸評論集の解説で、その議論は粗雑で大胆であったが、幻滅時代、論理的遊戯現実暴露の悲哀などの多くの流行語を生む、機敏さを備えていたと評している。現代日本文学体系の解説、年譜、ありがとうございます。